人気グループ、嵐の二宮和成が28日、都内でこう、出た、主演映画、アナログ、10月6日公開の、ブルーカ、ペットイベントに、ヒロインの春、共演の霧、ケンタ、浜野ケンタ、藤原浄一郎、なにわ男子、板谷高畑修太監督と登壇した。今作は、タレンのビートたけしが70歳にして、初めて書き下だろ、た、恋愛小説を実写化。 携帯電話で気軽に連絡。取れる現代に、あえて連絡先を交換せずに、週一度だけ会うことを大切にしてゆっくりと、係を紡いでいく。いつの時代も変わらない愛。原点イコール好きな人に、ただ会える喜びを描いた懐しくて、新しいラブストーリーとなっている。暮れの中、劇中に登場する海をイメージし、ブルーカーペットに登場。ファン百二十人の歓声で迎えられた二宮は、 本物ですよ。ああ、どうも、本ですと上機嫌に。ヒロインが、携帯電話を持っていないという背景を受け、変わった設定に今、と思うかもしれませんが、気をてらっていな、純粋な恋愛ドラマを見てもらえればと映画、アピールした。春もファンの間近のステーに立つと、すごく近くてびっくり。短い時間で、が、楽しんでいってくださいと笑顔に。桐谷は、破り出すと、笑いが起こり。 なんで、俺は笑い、念と突っ込みながら、切なくて心が、すっと、る映画に仕上げていますので、ぜひご覧下さいと盛り上げ、二宮の後輩である藤原も、二宮んと初めての共演で二人のシーンもたくさん、りますので、そちらも注目してもらえたらと、どころを挙げていた。